夏後半の挽回を図る裏技とは。こんにちは、キュアリカ電気保証者の松原です。前回の動画でですね、夏後半の理想の1日のスケジュールを示して、こういうふうにやっていけば夏最後をね、後半挽回していきますよという話をしてきましたが、その際に裏技的なこともやりましょうという話をしました。で、今日はね、その裏技について少しお話をいこうかなと思ってます。で、この裏技をやることによって一日のやる気が上がり、そして集中力も増し、ね、そして夏一気にね、後半追い上げていくことができる方法になるかと思います。これはかなりね、効果的な方法なので、実践している姿を見せたいなというふうに思ってます。はい、で、じゃあ何をやるかというと、非常に簡単で、今回2つのことをね、お話していこうかなと思ってます。1つはね、姿勢ということですね。はい、姿勢というのは、要は、まあ、こう姿勢、こう猫背、まあ、僕だけ基本猫背になりがちなんですが、まあ、これ姿勢ですね、ピンとすると。この姿勢があなたのやる気に非常にこう関係しているという話と、もう一つはね、呼吸ですね。呼吸っていうのは、みんな無意識にやってるんですね。で、その無意識にやってる呼吸を自分のコントロール下に置いて、意識的にやることによって、やる気をコントロールする。こういう方法がね、実はあるので、少しね、参考にしてほしいと思ってます。で、これは、実はね、試験会場で、めちゃめちゃガチガチに緊張した時にもね、すごく使える方法でもあるので、今からこれを知ってね、実際の模試とかで、これを試してみるのも非常にいいかなと思います。ではね、話していきます。はい、でまず姿勢。姿勢というのはね、つまり、自分の、こう、目との関係性がすごく高いんですね。まあ、わかる通り、猫背になれば、こう下を見ますよね。まっすぐちゃんとピンと背筋を伸ばせばまっすぐ見えるし、上を見れば、まあ、ちょっとね、こうちょっとこうなんですかね、背筋をピンとすると、まっすぐじゃなくてちょっと上を向くんですね。はい、でこの目線の上下によってやる気が変わるっていうのは、これはぜひねすぐやってみてほしいんですね。簡単です。下を向いてるとやる気がなくなります。げんなりしてくる。まっすぐは、まあ、特に影響はないと。でね、上を向くとやる気が上がるように人間ってできてるんですね。これは面白いと思いませんか。でこれをね、ぜひ意識して、やる気がないときは上を見てみるっていうのは非常にいいですし、上を向きながら勉強するっていう方法もあるんですね。それは後でちょっと実践しようと思います。はい、でこれはもう本当に大切な知識なんで、ぜひ、ね、覚えておいてほしいなと思います。でもう一つは何かっていうと、そう、呼吸ですね。呼吸ってみんな無意識にやってませんか。すぐ、あ、ここ吸って吐いてって指令を出してるわけじゃないんですよね。普通に何もしなくても呼吸はできる。でもこの呼吸っていうのもすごくやる気つながってくるんですね。で、大体ね、こう焦ってる時とか、やばいなと思ってる時とか、緊張してる時っていうのは、浅く早い呼吸になってることが多いんですね。って言ったらちょっと大げさかもしれないけども、これに近いような呼吸に自然となってる、無意識になってるんです。この無意識になってるこの呼吸をね、意識に的にコントロールする。つまり、やる気がないとか焦ってる時、やばいなって思う時は、深呼吸をする。まあ、できれば腹式呼吸というのがいいと言われてますが、まあ、とにかく深呼吸でもいいです。どこまで吸うかもあなた次第。自分でその吸う量と吐く量を決めてコントロールする。これをだいたい30秒ぐらいね、やってみてください。3分やるとね、本当にいいんですけど、3分は長すぎるかなと思うので、30秒でいいです。ね、こういうふうに、ストップウォッチで測るのも全然いいでしょう。はい、で、30秒深呼吸をしていくと、気持ちがかなり軽くなってくるはずです。軽くなるまで深呼吸し続けるというのも一つの方法です。で、その状態になったら、先ほど僕が言ったね、目線を上に上げる勉強法というのを今から実践しますが、それをやっていただくと勉強のやる気は非常に出てきます。はい、じゃあ実践といってもね、大したことにならないので、まあちょっと今から見せたいと思います。最後ね、ぜひ見てください。
通常は、まあ、こういう机と椅子の高さで結構やっぱ目線が下に行くんですね、うん、これだとやっぱやる気がなくなってくるんで、ここのレバーをねゴーンと下げて目線をもう少し上げてくるっていう方法もいいし、全然やる気が出ない人という人はね、こうやって勉強するといいですね。もう明らかに目線が上じゃないですか。やる気がないときは非常に効果的です。これをやるだけでやる気が出てきます。もう目線が上だし、そもそもこういう行動してるってことがいつもの自分の行動とは違う行動パターンだと思うので、刺激になると思うんですね。だから床に座って机にこうね参考書置いてこうやってやる、これでやる気はかなり復活するかなと思います。あるいはですね、こうやって勉強します。 Anything was 決して何ではない、Take charge of 何でも管理する、 Hang over 何てやつです。もうねこんな感じで勉強するのもすごく効果的ですね、はい、もちろん手は疲れてきます。手は疲れてくるんですけど、集中し始めたらね、普通にこうやってたら集中力高まってくるとどうなるかっていうと、普通に座って勉強したくなるんです。そしたら普通に座って勉強していいんです。あくまでもこれはやる気が出ない時のやる気を出させるための起爆剤、やる気が出たら普通にまた椅子に座って勉強していいんです。いかがでしたでしょうか。すぐねできることですね。ぜひねこの動画を参考にしてやる気を出す方法を実践してほしいなと思います。今日は以上です。今ですねこの YouTube 予備校の公式 LINE アットマークを用意しました。こちらの LINE アットマークに登録いただいた方には、僕の9割から勉強法という本のコアなエッセンス、ノウハウを無料でお渡ししてますし、今なかなか成績が上がらない科目だったり、あるいは偏差値30から早慶目指す方法が知りたい、小論文の対策が知りたい、あるいは理系科目もね、僕ではなくてポイズン松本という兄弟院の講師がアドバイスしますので、ぜひねこぞって登録の方をお願いいたします。これは基本的には自分に合わないと思えばすぐねブロックしてもらっていいので、気楽に登録してほしいなと思います。この QR コードもしくは概要欄にある LINE ID、 そちらからぜひね登録の方をお願いいたします。